皆さんこんにちは。こんにちは。津軽三味線のキキです、本日も30分ほどのライブ配信楽しんでいってみたいと思います。まずは1曲キキのオリジナル曲からユニット名にもなっております。輝く&輝くと書きましてキキ聴いてください。ありがとうございました。オリジナル曲のキキお届けいたしました。はい、4月になりましたね。そうですね。もう、うん、この過去2回ずっと春ですねって言ってますけども春ですね。そうですね。日本は桜が満開です。4月はもう散ってんじゃない本当4月の初めぐらいにね満開になるはずなんですが、はい、現時点で満開ですはいね、早いですね今年は。そうですね。とっても暖かい日が続いておりまして、うん、はい、いい季節ですね。ね、なんかテンションも上がるし、うん、はい、新学期だし。そうですね。新年度で新しい新生活が始まった方も多いんじゃないでしょうか、はい、というわけで、はい、今日は本来なら桜のね満開の季節ということで、はい、桜特集をしたいと思います。今日は洋服もピンクを取り入れてます、はい、取り入れてます。ピアスも花が咲いてます。そう、たまたまお揃いでした見えるのか見えるのかというわけで、うん、次の曲はキキのオリジナル曲の中から1曲桜の曲をお届けしたいと思います。はい、桜桜をアレンジしました桜変奏曲という曲をお届けします。お楽しみください。
ありがとうございました、桜変奏曲聴いていただきました。はい、あの古典の桜桜の曲をね、はい、皆さんも聴いたことがあるかと思いますが、はい、私たちなりに津軽三味線アレンジでお届けいたしました。はい、はい、日本はね、はい、この、まあ、桜桜もとっても有名ですけど、うん、まあ、J-POP の中にも、うん、桜の曲って異常に多いじゃないですか。そうですね、いっぱいありますよね。本当にいっぱいあります。もう各世代で、ね、うん、たくさんあって、うん、みんなが一緒に歌ったりとかね、盛り上がります。はい、海外にもあるんですかね、桜ソングね。どうなんですかね、あったら教えてください。コメントにお願いします。はい、それでは、はい、日本の桜ソングを、次はカバー曲を何曲かメドレーにしてお届けしたいと思います。はい、初披露で結構長いメドレーになりました、うん、4曲ですかね、はい、4曲出てまいりますので、うん、はい、聞いてみてください。はい、それでは桜ソングメドレー聞いてください。
4曲続けてお届けいたしました。はい、皆さん聞いたことがある曲もあったのではないでしょうか、うん、はい、1曲目がユーミンの春よ来い。これは本当に有名ですね。有名ですね。いい曲、いつ聴いてもいい曲。春よ来いってことは桜ではない、咲いてない、まだまだ咲いてない、まあ、そこからの、そうですね、ちょっと春を楽しみに待っての、の2曲目が星野源さんの桜の森、はい、すごい明るくて私は大好きな曲です。そうですね、割と新しいというか、はい、ね、最近の曲です。はい、そして3曲目が福山雅治さんの桜坂、はい、こちらも名曲ですね。そうですね、一人とお届けいたしました、はい、そして、はい、最後が坂本冬美さんの夜桜お七、はい、演歌ですね。演歌ですね、はい、本当にいろんなジャンル、まあほとんど J-POP なんですけど、うんうん、まあ、世代がね、ちょっと、うん、同じ春で桜がテーマなのにすごくいろんな曲調があって面白いなと思いました。そうですね、桜ソングまだまだあるのでね、はい、うん、来年またやりたいと思います。そうですね、違う桜ソングでいきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、桜ソングがね、うん、今日は多かったんですが、次の曲は私たちのオリジナル曲で、まあ、ちょっと夏に向かっていくような感じですかね。うん、早いですね、気が早い、はい、海を楽しみにするというか、海、海、あ、海、ね、ちょっと違うけど、海もいるけど、海ではなく海、海のクラゲの曲を、クラゲの曲ね、はい、お届けしたいと思います。こちらの曲はやるのはとても珍しいです。ほとんどやらないですね、はい、2,3 回じゃないですか、やったの、うんうん、私たちもこのライブでやるのも珍しいですし、 YouTube には一切ありません。一切ありません、はい、初の、はい、そうですね、初かもしれません。はい、はい、ジェリーフィッシュという曲を聴いてください。Thank you.
とうございました。ジェリーフィッシュ聞いていただきました。はい、みんなで爽やかな夏を迎えましょう。まだ春も来てないのにね。春は来てます。はい、来てます。まだ春を楽しみましょう。はい、はい、このね曲はいろんなクラゲが出てくる様子をイメージしております。いろんなクラゲが、そう、ちっちゃいのとか大きいのとかふわふわって感じですね。そうで、ピーちゃんのソロのところは、うん、カラフルなやつが出てくる。これなんか無料素材でクラゲ何でも使っていいよって言われたらすごい PV 作りたい、クラゲのみの。なんかソロのとこ、うん、なんかサメが襲ってくる感じかと思って弾いてましたわ。なんか毒クラゲ的なやつ、ちょっと怖いけど毒々しい色のやつね。そうそう、なんかちょっとアーティスティックなね、かっこいいクラゲ、かっこいいクラゲのイメージです。ありがとうございました。ありがとうございます。次いつ私がお見になるか分かりませんが、はい、こういう曲があるなと思っていただければ、はい、それでは早いもので次で最後になりました、はい、今回もあっという間でしたね。はい、本当ですね。はい、皆さんのおかげで楽しませていただいております。いただいております。はい、さあ何度もお伝えしておりますが、4月24日に私たちキキの企画する時津風コンサートがございます。はい、もういよいよ今月となりました。はい、本当に準備を着々と進めておりますので、うん、ぜひぜひこうやって会えば見に来ていただけると嬉しいです、はい、今回はね、名古屋兵庫と配信ライブでの後からね、うん、配信したりしたんですけど、はい、今回配信がないので、はい、ぜひ生で見ていただかないと。そうですと思っております。はい、ぜひぜひ、お越しください。よろしくお願いしま す。それでは、はい、本日も最後はジョンガラ節で締めたいと思います、うん、今日も気合いを入れてお届けしたいと思います、はい、よし、それではジョンガラ節曲弾き聞いてください。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
ましょう。